両替町通り、京都市中京区両替町を池両替町通りは、京都市内の南北の通りの一つ。北は、丸田町通りから、南は山頂通りまで、カラスマ2の一筋西を走る。南の延長線上を諏訪町通りが走る。平安系には存在せず、豊臣秀吉による天生の地割りで新設された通りである。1600年。 おしこうじ2との交差点付近に、徳川家康によって金座が設けられ、さらに1608年には、銀座が伏見から、金座の南に移転した。大黒常瀬及および、銀座神羅は、室町とカラスマの中間、2条から3条までの4丁に、渡って配慮し、この地を、両替町と称することになった。常瀬屋敷は、両替町お池の北東側角にあり、 銀座役所はその北側に隣接していた。さらにその北側には、銀座役所が置かれていた。両替町の名称は、銀座において付金や、配付金を鑑定して、長銀と変えることを何両替、あるいは両目替え、両目替えと称したことに由来する。すなわち、表量貨幣である、金銀地金を目方を持って変えることが両替であった。このため通り沿いには、金融や、 金銀細工に携わる業者が集中した。金融業はカラスマ通に移り、現在は中心街の狭い通りである。諏訪町通りは両街町通りを南へ延長した、線上にあり、北は高辻通から南は東本願寺の北端の花屋町通りまで、的場通との交差点付近にある諏訪神社が通り名の由来である。六条通り付近には 江戸時代初期に六条三筋町の遊郭が設けられた。ありがとうございます。